ラブカス TV 川口学です。今日はスバルの BRZ、 先日アプライド D になったこのモデル、サーキットでの試乗動画をお届けしましたけれども、今回ですねナンバープレートがついて公道発車ということで一番乗りでお借りさせていただきました。 STI スポーツですので、サスペンション自体は SFRD ダンパー入ったりとかっていうのがあるので、それは C 型から変わってないですね。なので D 型の S だと、まあ、またサスペンションのセッティングなんかも少し変わったんですけれども、そこは適用されてないということです。ただし、まあ、スポーツモードが入ってレスポンスが良くなったというのもありますし、それに加えてパワーステのセットとかも変更になったというのはこの車でも適用されてますので、まあ、私 STI スポーツの C 型のオーナーですけれども、果たしてどのように違うかというところも含めてですね、今回はこの車公道発車場行ってみたいと思います。そこに同じ血が流れているという証ですよね。非常に貴重な機会となりました。車買ったらすぐ施工、シラザン50。ラブカス TV では登場したばかりの新型車、その内外装徹底チェックと試乗動画を皆さんにいち早くお届けすることをモットーに動画を制作しております。そしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が欠かせません。応援の方法としてはチャンネルの登録、動画への高評価などありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、アプライド D の STI スポーツマニュアルということになりますけれども、まあ、まず足回り、 STI スポーツに限っては変更はされてないということですね。 S とかそのあたりはちょっとセッティングが変わって、もう少しこう旋回しやすくスポーティーなところになったという、そんなセッティングをさっきお届けしましたけれども、こちらのモデルの場合は C 型から変わらずの SFRD ダンパーを採用したタイプということになります。ただしパワーステのセッティングなんかは変わっているということですね。それと、まあ、ブレンボ、これがですね装着されるモデルということで、まあ、C 型の時はすぐになくなりましたけれども、こちらはですねまだ買えると思いますので急いでいただければと思います。ちなみに装着タイヤはミシュランのパイロットスポーツ4ですね。サイズは 215の 40R18 ということで、ガンメタリックの塗装がなされたアルミホイールを装着していて、そこにゴールドのブレンボのキャリパーが渋いなというところですね。それと STI スポーツはこのブラックのミラー、さらにブラックのシャークフィンなんかが違うというのがポイントですね。はい、それ以外ではリアから見た時にですね、STI のロゴが入っているということぐらいが間違いというもので、そんなに大きな違いというのはないですね。一応インテリアも見ておこうと思いますけれども、 STI スポーツですので、このボルドーとブラックのコントラストが上品な大人っぽさを感じさせる、そんなですね一台になっているのが特徴というところですね。ボルドーの入っている範囲もそんなにこう広くはないので、本当に差し色程度で入っているという感じで、シートにおいてもサイドの部分にボルドーが入っていて、センターとか背もたれとかですね、そういったところはこのウルトラスレードになっているというのが特徴でございます。で、今回は3ペダルのマニュアルということですので、はい、こちらペダル類はですねアルミのペダルでスピード止めがついたタイプになっているということでございます。さあ、スバル BRZ D 型 STI スポーツ試乗編ということで行ってみたいと思います。今ねまさに大黒からこう出ていくという感じで、ちょっとね土砂降りになりそうな雰囲気ですけれども、果たして天気を持つのでしょうか。まずはノーマルでちょっと行ってみたいと思います。ノーマルでもこのようにだいぶ気持ちいい状況なんですよね。まあ、もともとそんなに悪いわけではなかったですので、ノーマルモードでも十分に気持ちよさは感じられるものになっているかなというところですよね。やっぱりこの 2.4 リッターのフラット4、いいところは7500回転まで綺麗に吹き上がるということで、まあ、最近の直噴エンジンの中では珍しいぐらいに吹き上がるエンジンになってますよね。最近の直噴だともうちょっと回転数も低くなっていて、こんなに綺麗に吹き上がっていかないっていう感じがあるんですけれども、やっぱりこのフラット4の場合は回転バランスもいいですし、吹き上がりも気持ちいいというところですね。いや、しかし乗り味もやっぱりこの STI スポーツは非常に気持ちいい乗り味を持っているのがポイントで、まあ、通常の S なんかよりは少し固めではあるんですけれども、動き出すとしなやかな動きを持つダンパーというところもあって、この辺りがすごくシャキッとした感じの走りになっているのがいいところですよね。またピタッとした感じの抑えもうまく効いていて、まあ、この首都高のようなバンプが多いところだとちょっと跳ね気味なところもありますけれども、基本的には気持ちよく
走れるものになっているというところでございます。ああ、ちょっと雨がポツポツと降ってきて、向こうはもう土砂降りですねこれね。でこのような感じでレスポンスも悪くないんですけれども、スポーツボタンを押します。はい、これでいいですか。このもうね、月がすっごいいいんですよね。まあ86さながらの月の良さを見せてくれるというですね、これがやっぱりこのスポーツモードの最大のポイントですし、切り替えられるというのがいいですよね。だから普段はノーマルで走っていて、サーキットとか峠とか、またはまあ一般道でも気持ちよく走りたいときは、このスポーツボタンをオンしてあげれば立ちどころにレスポンスが良くなるので、ここからいきますよ。レディーセットゴー。このような感じで音も気持ちよく響き渡り、アクセルを入れた時の反応が間髪入れずに出るあたりがすごいですよね。このあたりですね、はい、これがノーマルだとどうなってるかというと、こんな感じですね。同じに踏んでもやはりこの最初のところのこれが違いますね。今スポーツにしましたけれども、すぐに分かりますね違いは。こんな感じですね。でノーマルにするとこんな感じですね。まあだから最初のこの立ち上がりのところが非常にこう鋭くゲインが立ち上がるような、そんなですねイメージになっていると思っていただければいいと思います。しかもスポーツモードにして、まあ普段乗りでも気持ちよさが増しますし、なんかこう煩わしいところっていうのはほとんどないので、むしろ車との一体感とか、アクセルを踏む足との車との反応の一体感の高さみたいなところを味わいたいんだったら、普段乗りからでもこのようにスポーツのモードにしておけば楽しく気持ちよく車が味わえるというところになるわけですよね。そこがすごくいいところです。さらに最近は MT にもアイサイトがつきましたので、はい、アイサイトを今オンして走ってますけれども、変速しながらでもアイサイトを聞いてますし、ちなみにアイサイトオンにするとスポーツモードはキャンセルされるので、今通常のノーマルモードに変わっているということでございます。なので今私 MT モデルでありながらアイサイトを使ってクルージングしているような、そんな状況でございます。なのでハンドル操作だけしてあげれば OK というところですね。ちなみに今、はい、前が詰まってきました。ここで前が詰まってきて、MT だと回転が心配だなっていうところありますけれども、今6速の1700回転ぐらいなっておりますが、それでもまだこらえております。全然こらえてくれております。60キロ下回りましたけれども、1500回転ぐらいのところから、はい、むずがらずにここから復帰するかどうかっていうところも今車線変更しますけれども、そうすると今6速の1200回転からまた再び加速を始めているような、そんな状況でございます。でまたスピードキープするっていうことができるわけですよね。なのでまあ MT であってもこのような感じでアイサイトが使えるというのは非常に大きなポイントになってくるところだなと。でまあこうして乗ってるとやっぱりその STI スポーツなのでトップスポーツグレードということになりますので、ちょっとした硬さみたいなところというのはまあ当然あるんですけれども、にしてもやっぱりもう BRZ D 型になって改良がずっとなされてきているので、本当にもう熟した感じというのがすごくありますよね。なのであのバランスもよく仕上がってるなという、そんなですね印象を受けますし、やっぱりその長年にわたって細かな部分を何回も何回も改良してきたことによる良さというのがすごく出ていて、例えばこのハンドルのフィーリングなんかも僕の乗ってる C 型ももう悪くはないですけれども、やっぱり比べるとこの D 型のハンドルのフィーリングの方が落ち着いていて、なおかつタイヤの向きとかそういったものがよくわかるような、そういったですね細かいところが改良されてますね。さらにはまあ先ほどもアイサイト使いましたけれども、安全装備増しましたので、これによって MT であっても安心して走れるところが担保されたということで、 MT だと遠くに行って走りに行ってみたいな時はですねあると思いますけれども、帰り道でまあちょっとですねあのストップアンドゴーじゃなくて車が連なるような渋滞であれば MT のアイサイトでも十分に行けますので、
そういったところの負担軽減もできるようになっているのが嬉しい部分かなと。実はそんな話をしながらも、これも全部アイサイトで追従しながら走ってたりするわけですけれども、そういう意味ではね、やっぱり MT であってもドライビングの仕方が変わるような、そんなところはありますよね。さあ、ではアイサイトをオフにして再びスポーツモードにしておきたいと思います。もう6速で低い回転でもこんな感じで反応出ますからね、相当反応いいわけですよね、これね。こういった定常走行からアクセルを踏み込んだ時の感じ、すごく違いがよくわかります。レディーセットゴー、これですね、ズドンという、そんな感じの突きの良さが得られるというところですし、まあ、ペースが上がれば上がるほどにフラット感も高まって、なおかつそこからハンドルを切っていけばしなやかな足の動きがあってというところを感じさせてくれる、すごくいいバランスのモデルですし、やっぱり、まあ、最近車両重量が重い車では増えてきましたので、その中にあっては BRZ、まあ、1.2 トンぐらいはありますけれども軽量な方というところで、軽量な FR のスポーツモデルの気持ちよさというものが存分に感じられる、そんな走りが改めてここにあるなということを痛感しますよね。まあ、でも久々にやっぱり BRZ、まあ、僕の車以外の BRZ っていう意味ではオンロードで乗るのは久々ですけれども、改めて乗るとやっぱりこの軽快な感じというのは他に変わるもんがないですよね。そこがいいところで、レスポンスが良くなって86に近い特性になったというのもありますし、サスペンションもどちらかというとこう回り込むような感じの動きも入ったので、両者がこう近づくような感じというのはありますけれども、まあ、スバルの車というのはやっぱり安心安全というところが第一義にありますので、そういう意味においてはですね、こういったちょうど今雨がものすごく降ってきましたけれども、こういった時の雨のコーナリングなんかでも不安なところがない、むしろ水平対向の重心の低さでピタッと張り付くような感じの良さというのもあるので、 FR スポーツでありながらも安心安全が感じられる走りが実はあるというのもいいところなんですよね。なのでこういった土砂降りの中を駆け抜けていく時も非常に安心でありながら FR らしいこの良さというのを感じられるというのがポイントで、まあ計らずもね、雨が降ると残念な時が多いですけれども、今 BRZ、まあ、初めて初代 BRZ に乗った時もやっぱり雨がものすごい降ってる首都高で感じたのは、エンジンの重心が低くてピタッと路面に張り付くような感覚があるので、雨でもハンドルを安心して切っていけるところがあるなというところがあったわけですけれども、それを最新型の、まあ、熟した STI スポーツでも同じように感じるというのは、そこに同じ血が流れているという証ですよね。なのでこの雨天のカーブの時の安心感があって、それでいて、まあ、悪天候でも軽快に気持ちよく走れてしまうという BRZ の良さが今改めてここに出ているなっていうところを感じますね。天気は最悪ですけれども、このような感じで気持ちいいコーナリングが味わえるものになっております。通常やっぱり FR で雨ってなるとなんかちょっと不安な感じみたいなところがあったりするわけですけれども、改めてなんか、あ、 BRZ だなって感じるのはこういう時のピタッとした感じですよね。なおかつサーキットなんかでね、滑らしてももう本当に安定感のある滑りというのがありますので、そういったところがやっぱりスバルらしいなって感じる部分ですし、こういった雨の中で走っていても安心感を感じるのはやはり同じような感覚が、こういった行動での悪天候でもちゃんと実現されているからこそというものですよね。なのでここはすごく純粋にいいなと思えるところでございます。ちょうどカメラを回し始めて、今後半はこんな土砂降りになってしまったので撮影的にはちょっと厳しいかなと思ったんですけれども、意外な収穫だなと思えるのはもうこの悪天候での安心感というのが得られたところにありますね。いやいや、かなりすごいゲリラ豪雨でございます。ちょっとシャレにならないぐらいの雷もすごいですけれども、
まあこの状況でも本当になんか安心して乗ってられるなっていうところですよね。まあやっぱりそれはもう図らずもその BRZ、まあ、GR86 もそうですけれども、スペック的にもそんなにこう超ド級のエンジンを積んでるわけではないですし、本当に適度ないいバランスのエンジンを積んでますし、タイヤなんかも18インチサイズのタイヤ履いてますけれども、決して太すぎないので、こういった雨の日の接地面の面圧なんかを見ててもかなりいいところに来てるんだろうなっていうものを感じますよね。だからそういったところがうまく相まって、この雨の中でも安心してられる感じというのがうまく作れてるんだろうなというふうに感じますね。あと車何よりその重すぎずに軽いので変に抜けていくような動きとかももちろんないし、まあこういう中でもハンドルもしっかりとした感じが伝わってきますし、これが新型でより感触が良くなってますので、そういった良さっていうのはね、すごくこの土砂降りで発見したことかなっていうところですね。もう視界が見えなくて路面もかなり、ね、水深が深そうな感じの路面ですけれども、ここでも手応えは本当にしっかりしてるし、ね、安心して乗れてしまいますね。あともう今後半はずっとスポーツにしてるんですけれども、このレスポンスの良さで普段乗り乗っても全然悪くないなっていうところなので、そこもねいいところでしょうね。むしろこっちの方が好きっていう人もいるかもしれないので、スポーツに入れっぱなしに、ね、したいっていう人もいるんじゃないかなと思えるものになっております。さあそんなわけで乗ってきましたスバルのBRZ アプライド D STI スポーツですけれども、今回は新型になって進化した部分の良さというのが図らずも土砂降りの中で見ることができたというですね、非常に貴重な機会となりました。やっぱりパワステのこの特性の変更というのも、こういった雨のところでは以前と比べるとより重みが増していて、なおかつ向きが分かりやすく感触もいいというところが効いていますし、それ以外の部分、例えば SFRD のダンパー、スポーティーな味付けですけれども、それが雨の中でも安心して走れるだけの安定感をきっちりと生み出してくれているというところも感じましたし、また今もスポーツモードになっていて、スロットルレスポンスはいい状態になっているわけですけれども、雨の中でスポーツモードにしていても全然それも安心できるものになっているという、鋭い特性ではありますけれども危険なことがあるわけではないですし、過敏すぎて嫌になるっていうこともないですから、このあたりがすごくうまくできてるなというところを感じた、そんな試乗でございます。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネルを登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そんな思いでラブカス TV は動画を制作しております。そしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が欠かせません。応援の方法としてはチャンネルの登録、動画への高評価などありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた別の車、別の動画でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。